評判もよろしいようでございます。遊び場所の多いところ演芸場を選んでいただいたというので、出演者一同関係者含めて気も狂わんばかりに喜んでました。おかげさまで平気で嘘がつけるようになりました。申し遅れましたが全沖縄開発庁政務次官でございました。わけのわかんないうちにクビになっちゃったな。ミキのやつはね、テレビやってていいんですねって約束でやったら、いいんでしょ総理っつったら、そうです、それであんたいいんですよなんつってた。だから今クビになりそうになって向こうもざまみやれまったり。人を呪えば穴二つってこのこと。まあイライラした時は落語でも聞いてりゃいいっすよね。落語ってのは大したことも言わないが、その代わりそんな嘘っぱちも言わない。だからイライラした時は落語聞いてると落ち着くんですね。あんまり聞きすぎると無気力になっちゃうから、その辺も上手にこうやって、今度のメンバーも仲間ばっかりですから、楽屋に来ると面白いんですね。勉強がチンポコ出して踊り踊ったりしてます。円高へばかりこいてるしね、ろくなもないね。ひどい世界でございます。何度かんの言うけどいい世の中でね。ってことはなぜいいかっていうと、我々物のない自分に育ってるからね、食い物があるだけでもあれにやってると思うんですよね。戦争がもう終わりかけた頃何にもなくなっちゃって、私のところなんて普通の家だけど何にもないんだよ。でこたつったって何火がねえんだから、あの 薪燃やしてね、あのおきってやつだね、これが入ってね、何が食いてえって母親が言ったからね。だから戦争っていう爆撃で死んじゃった私の当時生意気盛りで憲兵に引っ張られてばかりいた兄貴みたいなのがいて、これがね、なんつったかっていうとね、甘納豆で姉ちゃんお茶飲みてえなっつってたよ。これが夢だった、甘納豆でお茶を飲むなんていう。お前はってから僕暴直が食いたいっつ、今チョコレートスティックなんつって、あの銀紙くるまってあれね、あれが戦前の思い出があって、4つ下の弟にね、お前何が食いたいって言ったらね、僕さつまいもっつってたよ。ってことはうまいものも何も知らないんだね。だからそれを聞いた母親が、この子かわいそうだねっつってたよ、何にもうまいものもまずいものも知らないんだもんねっつってたけど、その通りね、今はもうね、食い物がだから、たまには一杯のうどんにもありがてえなと思えるし、もうおまんまはもったいねえなと思う。だから太っちゃうんだ逆にね。今もうスイッチ入れれば明るくなる、温かくなる、冷やすこともできる、冷蔵庫に食い物が詰まってるから。この間も24、5歳の主婦が、嫌な言葉だね、主婦なんてね、かみさんでいいと思うけどね、主人に対して主婦だって負けねえってんだろ、あれ。よく新聞に書いてある、主婦絞め殺されるなんて書いてあるよね、あれね。僕、食べる人に作る人がいけねえって騒いだやつがいい。どっちが食おうが作ろうが大きなお世話なんだもんな、それぞれの形式があるんだから、そのうちには。ねえ、本当だよ。でもね、今うるさいんで、差別用語っていうのが、ラジオやテレビじゃできない。寄席ではやるよ。寄せはしょうがないもん、不特定多数が聞くわけじゃない、来たい人が来るんだから、迎えに行ってきてもらったけども何でもねえんだから、公明党の選挙のバスじゃねえんだから、こっちはね。だからね、これはもう構えじゃないね、そういうもんだよ。世の中に差別がないわけないでしょね。老用の順序もありゃ、収入の順序もあるし、女に至っては美貌の順序もある。だから悔しかったら女優全部ブスでやれ、誰も見なくなっちゃうからな。そんなもんですよ。だから、物がないということね。だからこの間も今言う24、5歳の女の、まあ、主婦ですわな、今の言葉で、うちのおばあさんっていやらしいわよ、お舅さん、ライスカレーが残るでしょ、残ったライスカレー温め直して食べんのよ朝、どうなっちゃってんのねえ、話もできない、みっともなくて、なんつふざけんなこのバカ野郎って言ってやりたくなるけども、これは当たり前なんだよね。そういう時代になっちゃった。だから飢えと寒さを知らないから落語がやりにくくなってね、長屋の花火なんてやったって分かんないよね、貧乏長屋が集まって陰気でしょうがねえから、大家がなんとか陽気にしてやろうってんで、お酒がないからお酒で行こうね、卵焼きの代わりにたくばんなんてやったって今わからねえから、なんでやってんだあれは、シャレですかなんつってるからね。だから二番煎じなんて落語やったってわからないね、冬の寒さで火の用心さしゃりゃしょってんで、頭の中では理解はできるけどね、その皮膚感としてね、
で寒くてしょうがないからつい酒持ってきちゃう、飲んじゃいけない番小屋で飲む、そこへ入ってきた番人も一緒になって飲んで二番を煎じておけなんて言っても、やっぱ寒さがわからないから今ね。だからこの二番煎じやるときはもうね、全部冬場こう冷房にしてね、開け放してピューッと風をそういう状態でやろうかと。今度張り紙するからね、今日は時そばをやるから朝から食わないで来てくれとかなんです、そうやんないとわかんない時代になっちゃう。だから随分苦しい自分があったんだね。だから今一番いい時じゃないの。それは不満もいろいろあるけどね、面白い、誰でも面白くないことあるけどね。だけど、まあ、まあまあ上見てもキリがね、下見てもキリがねって結構何のかんの言いながら、まあ一番いい時期だってことは、あと悪くなってみるとわかんじゃないかと思うけどね。能登の国ふげしごおり宇川村あざしつみ、どこだか何にもわかんないこれね。だ先輩から教わったのそのままやってるわけだね。それをちゃんと調べに行くなんていう、その古典的な基本勉強一切しないことになってから、こっちは調べたい方はお客が調べるだろうとこう思ってる。漁師の長右衛門って人がいて、せがれが長吉ってんで、漁師ってあったら海の方の漁師、何の不足もないいいせがれなんだが、体が人並み優れて大きいせいか、飯を余計に食うっていわゆる大飯食いって悪口があるが、神武の声を聞いて気がついた時はさあ驚い、なんと食う量が朝一升、昼一升、晩に一升、夜中に一升、また起きて一升という、とにかく一日に五升飯食う。今五升ったって若い世代には分かんねえだろうな。サバラバラ、嫌な落語だねこれ。どうね、いいじゃねえ一升飯食うとかさ、分かりやすくていいだろうが。一升畳一畳ね、え、立って半畳、寝て一畳、成人の大きさだね。今こんなこと言わねえ、え、1キロ2キロってんだ米を、米を重みで食うなよな、あんなものな。サントリーオールド2本2人で開けてって分かりやすいでしょね。え、丼飯食ったってとね、今そうじゃねえんだから、え、はあ、1キロ2キロ飯をうんこの量で測りやがって、やだね。何を言ってもいいってもんじゃないね、考えてみっとね。親はたまらねえやな、なあ長吉、我のようにそう飯食われとうちは潰れちまう、汚ねえ、まあこんなちっちゃい漁師のうちだと言ってまんま食うなちわけにもいかんで、どうだ助けると思ってうちに出てや、江戸いつくれんか、相撲取りになれや、我が体なら立派になれる、力も存外あるしな、そうすりゃまあこんな混じった米でね、しれえ米が食えるで助けると思って言ってくれんかな、頼むわな長吉。とっつぁん、とっつぁんよ、俺江戸なんぞ行きたくねえ、まして相撲なんざあんまり好きじゃねえ、あんなものは。だけど俺はいるとうちは持たねえっちゅうなら仕方ねえな、俺は相撲は綺麗だ綺麗だけども、まんま食えんならやるかってのんきなやつがあるもんね。飯食えんならやってみるって始めたやつが後に横綱になっちゃう、こいつが。だから人間のきっかけなんてのは何だっていいんだね。私が選挙出るきっかけってのはいいかげんで、最初そ、あの衆議院やったのね。どこでやろうかったらね、仲間の言うのにはね、東京は八区外、銀座と上野と浅草なんだよ。理由は何だった、酒がうまくて土地が高くて女が綺麗だってやるのね。で負けちゃったけどね、負けるわけだ、そんなもん。そういう発想ってのは非常にいいんだ、持って回る発想がね、逆に悪口でね、単純なこと発想なんてのはいいんだと思う。しょうがねえからってんで、これが相撲になって後の横綱になる、もちろん周りも当人も知らない、知ってんのは喋ってる私ぐらいなもんで、先が見えるから俺。庄屋様の書きつけ、まあ町長の紹介状みたいなのをもらって出てまいりましたのが、江戸表関瀬新道京橋にございました、竹熊文也門って人の弟子になった。いい体しとるの、ありゃやれやれなあ、割にお車中なめやっから修行せよ。はい、一口に修行ってもこいつは大変でございますよね。何があんでもとにかく修行だ、落語家でも結構修行は大変で、私の師匠がおなじみのあの柳家小さんだ、あれ剣道やってますから、勃剣を置いといて稽古するわけ。これで間違えるとバーッと口より先に手が来るから、バーッと来るわけですよ。勃剣で殴るわけですよ。私はこう3度やられてね、この頬の骨を3回折ってますよ。それでこれをつまり恨まないで師匠の愛の鞭だと思って折られながら、チテルマンになって落語の稽古するわけですよ。何段せ信じられなくなってきちゃった。いよいよ俺も閣僚入りが近くなってきたからな。でも水かぶって修行することは嘘じゃないですよ。水かぶってもう夏場だけですけどね、これはね。冬はこたつに当たって死ぬ、ね、我らの欲しいものは何じゃい、なんで酒か女か金か名誉か、なおなみんな土俵の砂に埋まっとるんじゃい、一生懸命やれって言われてね、その場に一生懸命土俵の砂掘ったやつがいるってんだ。吹き掃除炊事洗濯針仕事、針
針まで持つんだ。意外に相撲ってのは器用なもんでね、公約を伸ばす、あん弟子の湯へ入れや親方から全部背中洗う、あんまをするという、その間に相撲の稽古だ。余計腹が減るから、飯の量がもう2升増えて、1日7升食うようになっちゃう。親方は気がつかない、神さんは分かりますんで、ちょいと。親方、なんじゃじゃないよ。喉から来てるバカがいいんだろ。長吉か、長吉だかなんだか知らないけどさ、本当に。冗談じゃないやね、首にしまやんだもんな、うちは参っちまうよ。飯を食って開けるけったね、朝一生ペロッといけやったよ、使いに行っといて帰ってきたよ。あつしがタバコ二服か三服だよ、台所入ずるまってやった。何してるかと思ったら米水顔突っ込めやった。こんな子供の頭ぐらい握り飯ごっこしないやったよ、ペロッと口みや。何をしてんだ、飯を食ったばっかりだろ、朝飯を。毒じゃないか、腹も身の内だったら犬さんがいいやな、バカの。おかみさん、朝飯は朝飯、握り飯は握り飯、入るところが違うんでゴンスってやったま。嫌でゴンスよ、あんなもん、本当に。首にしまったよ、お前さん。首にするかい。面取り進めて本当に時を作るったらこの子って。おい、ちきち。はい、そこに座り。おい、おい。やりゃ、聞くとこによると一日に七升飯行くうちだ、化け物じゃ。なまな、相撲取りにも何にもなりゃせんで。暇やることに決めたんじゃ。な、今はよ。荷物持って、国の野戸さん行け。どうぞ勘弁しなさい。勘弁するわけにいかんね。どうぞ親方追いつくさないな。あのすまえ、どんな仕様でもして我慢します。あの腹減るち我慢してくれ。7升で追いちゅうなら6升に減らしますだで。バカ野郎、待て待て、ただちわけにもいかんで、ここに一部ちゅう金があるから、これまあダチンにくれてやる。我にやるわけでね、名主様、手紙つけてくれた人に対してくれてやるから持っていねえな。はい、すんません、どうも叶いませんで、おらの至らねえとこで勘弁してください。親方もどうぞ体気ぃつけて、もし巡業でおら村来るようなことがあったら、まあ手紙の一本も出してくれれば、おら迎えに行って汚ねえとこで寄ってもらって、渋茶の一杯も出させてもらいます。はい、おかみさん、お世話になりました。あん弟子ありがとうございました。わずかの間でも親、つまり親代わりだ、親方と呼び弟子と呼ばれた師匠ですから、別れの口上を丁寧に述べた。そこは昔の人だ。今こんな仕打ちになったらたまったもんじゃない。やめろやめろやめろ、いいんだ。何を昔なんだこっちしょべ。よしはいいんじゃねえか、相撲ばかりが全然日が当たるわけだねえよね。やめた、明日から命に届いてプロレスになっちゃうから、こっちはなんてな。ひでえやつあるもんでございましてね。荷物まとめて首ったまえ、とぼ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 歩きにかかった東海道だ。はらりと落ちるしとしずく梅雨かと思うと、雨かと思うと松の梅雨、またもはらりとしとしずく梅雨かと思うと我が涙、道は梅雨やら涙やら、とぼ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 やってきた六号の私で、船へこう待っている間、この私待つ間、どう考えてみたが、思い直してみても国へ面目なくて帰れない。 そうだねえ、人の食わねえもんじゃないの、飯食ってクビになっちゃったんだわ。おまんま食ってクビになりましたってわけね、いかねえ、それが食えると思って行ったん。鉄食ったウラン食ったってんじゃねえんだからね。親方は死ねちゅうたんだな、きっとな。おらみてえなやつは何やってもダメなんだ。なら死んじまおう。おめおめ帰れねえんだ、死んじまった方がいいやな。死んじまったことを聞いたら、とっつぁん母さんどれだけ嘆くかもしれねえが、生きてる俺の方がよっぽどつれえな。かわいい石抱いて入りゃ死ねるだんべ。死ぬのはいいけど、懐にもらった一部中金がある、これ埋めちまっちゃもったいねえ。昔青と何がしてお侍が三文の銭になめらがちゅうかわい落として、そいつ人足使って拾わしたちゅう話もあるから、こいらはきっと宿あんべ。そこで泊まって食えるだけまんま食ってから死の。それからでも決して遅くはねえた。あ、そうすりゃ一部中金も生きる。俺はもうまんまが食えるって、ずいぶん飯の好きな人だもんした。渡るって言うと川崎の宿場、早いからいい部屋へ案内をされました。立花屋全兵衛、2階の日の当たりのいいところで、いらっしゃいましょう、お客さん、好きなもんがあったらそう言っといてくださいな、早めに言っておきますと。あ、姉ちゃん、待ちなせよ、ほら何にもいらねえで、ここに一部中金ありますで、これで食えるだけまんま持ってしてもらってな。はい、かしこまりましたって、女中が変な顔して、そりゃそうだ。その頃、100文から150文ってえと、1銭から1005輪出しゃ、城の方へ泊まれた自分に25銭だ、4分の1両出した。もっと分かりやすく、野暮に言いや、5000円で泊まれる現代にガバーンと12、3万金出して、この分だけ飯持ってこいって言ったんだから、女中が驚いた。ははー、こいつは相撲取りの新弟子だと。体はでかいが人間の限りなんてのはね、腹には限りがあるもんだから、こいつちょびちょび持ってくてえと、帰ってほら、弾みがつくといけねえから、ドカンと持ってったら食わねえだろ。この野郎も人があるよ、人行くてえと、宿屋だから大人数も食ら、小人数も食ら、大人数用の三畳五分を入る大きなお味へ、みっちり炊き込むてえと、3人がかり、うんしょ、うんしょ、うんしょと持ってくと、目の前へドカーンと出しゃ、お待ちどうさま。姉ちゃん、これはどのぐらいあります？三畳五合あるわよ。三畳五合ですか。じゃあまあ一つ、なるたけでけえもんでお給仕願います。あ、おかずはそうその干物かなんかと、あと漬物で結構ですから、じゃあお給仕願います。むっそ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 食い始めや。
世の中に米が何より命より好きだってやつがね、これがこの世の名残に食おうってのはたまったもんじゃねえ、こいつは。姉ちゃんおかわりもぞもぞ言ってる間に食わんときてえから、今で言うと30分するかしないうちにこいつ三丁言を残らず平らげちまう程度、ついた米粒がもったいねえって上からお湯をかける程度ガラガラってかけまして、ごっくり飲んじゃう。姉ちゃんおかわりってこいつは驚いた。食べちゃったよ三丁言を。そうだよ、まあ化け物だねあれは。何を騒いでんだお前たち。え、何を、米が出る、飯が、結構結構宿屋で飯が出ない、うん、何三丁言を一人でやった。へえ、驚いたなこりゃ。うんうんうん。で、ああ、おかずが足んないんじゃねえ、私からといって二品三品、え、お金はいりゃし、私の気持ち届けて、ええ、ね、どんな顔して食べて、え、泣きながら食ってる。ああ、よくな、酒飲むと悲しくなって泣き出すって泣き状を持って、あの泣き飯ってのは珍しいもんだな。焼き飯ってのはあるけど、じゃあ私も後から拝見に行ってのんきなやつがあるもんで、飯の見物に来やがって。いらっしゃいます、お宿をいただきまして、手前主の立花屋善兵衛と申します。ただいまは余分に頂戴をしました、結構でございます、これお返し申し上げます。手前はこう、まあ宿屋でございますが、また脇に米作などもいたしておりましてな、どうまあ不作でも200俵という米が上がってまいりますんで、それを皆様に食べていただいておりますんで、決まったお題の方向は結構でございます。見ておりますと、まあ豪快と申しますかな、あなた様のようにこうお腹へこうストンストンこうご飯が入るという、さぞかしおいしゅうございしょうな。うん、めんだかまずいんだか何にも分かんねえな、味も何にもしねえな。一平食や一平、二平食や二平、寿命がなくなりますもん。これは穏やかじゃありません、なんか体かなんかは、え、そうじゃない、わけがあるんでしょう、伺おうじゃありません。何にもできやしません、田舎の親父だがね、三人よれば文字の知恵、膝とも団子、いい思案がない限りもないんですが、話してくださいの。何隠すわけでも何でもない、俺は能登の国から来ました、ふげし毛利深川村中とこからね、体でけえから相撲取りになったら、関西新道に住んでる竹熊さん中とこの弟子になって。竹熊文右衛門関、ええ、存じてますよ。飯食いすぎるちゅうなよ。ああ、俺破門になっちゃった、国帰れねえ、帰れねえ国なら死んじまった方がいいってんで、一部もらった金がもったいねえから、それ食ってから死のうと決めまして、明日は死ぬんでゴンスから、死ぬにかかって飯食ってるから、うんま何にもしやしねえ、一平食や一平、二平食や二平、寿命が縮まるんでゴンス。ほうほう、いえあなた様に伺いますがな、するとまあ、これも、まあ、ぶちまけた話、ご飯が腹いっぱい食べれば相撲道に精を出します、どうです。飯食いらやめたかね、相撲やりますか。ええ、相撲やらせましょう。え、相撲どこで相撲を取る、一人で取るか。一人で取ることもできまい、師匠を世話しましょうよ。師匠を世話するっていくらも他に言いましょうが、え、四川七町八百八町江戸は広い、竹熊さん一人が何も親方じゃないでしょうが。だけど飯食いすぎにちゅうから破門になるのは関の山だでな、同じこって。そんなことはないだろうが。それが心配ですか。こうしましょう、米をつけましょうか、あなたに。え、なんとかなるまで私が食い口をつけましょう。どのくらい食べる、まあ今死ぬ気で食べたから分かるんだろ、普段どのくらい食べる。どのくらい食べるって腹いっぺん食ったことねえから分からねえんだから。一方げ二升、朝昼晩と六升、十日で六と、月に五と病が四票つけようか、どうです。え、五と病、五と病が四票俺につく、一月五と病が四票足りるかな。およせよ、おい足りとくれよ。なんでこんなことしてくれ、これわからねえ。別にどうでもいいだろうが、理屈取り持ちはどこでも作って全くだね。まあ早い話が、私はお前さんが好きになった、これでいいだろう。人は一人じゃ住めない、重なり合って突っかかって合って生きてる人という人なんだってね、誰かに聞いた話だよ。古いこと言って申し訳ない、愛は背に住む、とりゃ木に止まる、人は情けの袖に住むとか言うわな。今私がちょっぴりまあ上かもしれないが、いつこんなものはまあひっくりが一枚か分かりゃしないもんでね、そんな時にはまた私が世話になる時もあるかもしれないんだね。お前さんがそんなありがたがってくれんなら、私も死骸があるじゃないかね。そんなに感じるんだったら恩返しをしたらどうだい、それで済むだろう。え、私に恩を、何を、何にもいらない、立派に幕の内入っとくれ、幕内の歴史になってくれりゃいいや、それでいいんだ。え、そん時はちょっぴり私も自慢させてもらうよ、この人知ってるよね、たまに私が誘うわ、一杯飲みについてきてくれるかい、それでいいや、やっとくれ。はい、ありがとうございます。一生懸命やりますね。どうぞよろしくお願いいたします。姉ちゃん、そういうわけで知らずに済むことになりましたね。おまんまどんどん。あ、まだ食うのかよ、おい。いや、驚いたの、なんの。話は明日にしようということになって、その晩は腹いっぱいで久しぶりにまどろん、いい心持ちで寝る、カラスカーで夜が明ける。昔はカラスカーで夜が明ける。今、カラスいなくなっちゃったね。なんで夜が明ける？ピンポンパン体操で夜が明けたね。
宿屋の朝ってのは早いんですよね。ありがとう存じました。お忘れ物のございます。どうぞあのそちらの品物。お清や、2階のお客さんどうした。お相撲さんがいたら若い。寝てるかい。起きてる。起きてる。顔洗って飯を食ってる。もうやってんのか。結構結構。こっちに来てくれないか。食べ終わった。来たか。さあさあさあ、こっちに来ておくれ。寝られたかい。結構結構。いろいろ考えたんだが、どうだ一つね。熱の七軒町に錣山喜兵衛って人がいる。この人は相撲が、幕の内の間でね、竹熊さんとどっこいどっこいだがね、相撲がうまいんで、情があるんだ。人はいいと思うがな、ちょっぴりひいきってことじゃないが知ってるんでね、連れてくんだ。下川いいのか。いや、後を頼むよ。さあ行こう。ね。この川へはまることになったんだ。辛いことがあったらこれを思い出しなよ。渡って鈴ヶ森へ来た。早いもんだ。品川から芝田、日本橋から神田へ来て、もう上野と、根津の七軒町、ここだ。そこで待ってなよ。ごめんよ。いらっしゃいまし。どう、これの稼ぎの旦さんで。あんたし、稼ぎの旦さんお見えになって。おお。俺は稼ぎの旦さんで、どうもいつもお世話になっておりまして、どうも、愛すいませんで、おりますんでます。親方、稼ぎの旦さんお見えになって。おお、これはこれは稼ぎの旦さんで、いやどうぞ、こちらへと。おい、それ何すんじゃい。おい、早く布団出さんかい。どういつも、どうぞ、遠慮はいりませんで、若い者がお世話になって、伺わにゃいけんいけんと思いながら、何や牛みたいだな、お前。いやね、実はね、他じゃないんだ、弟子一人ね、取ってもらいたいんだがね。俺は珍しい。どうも、弟子よ。顔を体見ないで引き受けるよ。体見ないで引き受ける。へえ、そんなことはない。体見ないダメです。見ないダメな旦那は違う。相撲は何より好きだ。何しろ10日の相撲はあなた10日ご覧になる。無理なこと言って、いや、そうでない。相撲が始まる前の小屋をかける時の一日、朝から晩まで掛け小屋をずーっと見てなさる。相撲が10日終わった後の一日、小屋を壊すところを、ここで10日の熱戦があったと見てくださる。何よりのごひいき、見ましょう、引き受けましょう。そうかい。ちょっと、こっちへ連れてきて。そこへ座って挨拶しな。お前さんの師匠になる人だい。初めてお目にかかります。わしは、能登の国東郡から来ました。長吉長氏、よろしくお願いします。てこっと頭を下げた若者、引き越しにじろっとこう見た錣山が竹熊に分かんなかったんだね。相撲道始まって以来、横綱が最高でござんす。初代が野州宇都宮から出ました明石志賀之助、二代目同じく野州栃木の三で綾川五郎次、三代目奥州二本松丸山権太左衛門、四代目奥州宮城の郷里谷風梶之助だ。俺が国差で見せたいものは昔谷風今建模様、歌に残った名力士。五代目が志賀の国大津から出ました小野川喜三郎、おなじみだ。六代目が能登の国東郷里宇川村あたし堤、大野松緑之助という相撲道始まって以来六人目の横綱を張ろうってやつが目の前にこうピタッと頭を下げております。旦那、相撲になりてえちゅうな。この人でござんすか。どうだい、この人は相撲にはいい。いい。神経質が言うへったようなもんで、いい人を連れてきて。あんさんいくつになるんですった。いや、遅かね。いや、やれやれ、負けはせんでやれ。教えたる。酒飲むか。飲まん。結構結構、いずれ覚える。わしも教えるが、飲まんこしたことだ。爆笑やるか。やらん、嫌い。よし、女はどうだ。そば夜のも汚らわしい。もう珍しい。立川男子みたいな。なこと言いたくないんだよ。歴史にそうでやってあったと書いてあるからね。だから家で歴史を曲げるわけにいかないからね。人間ちゅうもな、なんか一つ弱いところがあって、そっから崩れるちゅうことを聞きますが、この人は何でごんすか。何もないんだ、今言う通り。強いて言うとおまんまが好きだよ。めしょ、誰でも好き。いや、それは実はね、食べ過ぎるんだ。割った話をするとね、竹熊さんのところに置いといたら飯食い過ぎるってクビになっちゃうね。死のうてえのこうこうこういうわけで。へえ、そうでごんすか。俺はおかしいな。いや、竹熊のなんかの間違いでごんしよう。相撲取りは体が元だ。食や食う、飲めや飲んだが力になって、それが何よりだ。それいかんちゅうのもおかしいな。おい、あんさんよ、何も俺とか遠慮はいらんよ。一升二升だ五升だなんてことを言わんでいいから、一日一頭でも二頭でも食ってるどうじゃ。食うだけ食ってる。腹でも咲くほど食ってるどうじゃ。そうは食べられないだろう。私のつけとった前相撲の小緑ちゅう名前をつけてもらえますか。というと何かい。親方の出世名前を。嬉しいね、見込まれたと思ってしっかりやんな。ありがとうございます、やります。
人間こんなことがあるとガラッと変わるもんでござんすな。お相撲さんにはどこよって惚れた稽古帰りの乱れ髪、落語家さんには愛想が尽きた稽古帰りの間抜け面ってのありますよね。今な相撲見てるとね、最終戦なんてあれほとんどまあ出来相撲だな。私はこう見ててあんな相撲のあるわけはねえんだね。もっとなんか開拓できないもんだね。だ遠くから見て分かんねえから背番号ってわけにいかねえから、あれ入れ墨かなんか掘ったらどうだろうね。このねいいだろうね、はあ、それぞれこの、ね、好きな子入れ墨はこう掘ってね、北の海なんてとこマシコかなんかこう掘ったりなんかしてね、こういうペリカミピリカミの子置いといたらね、ね、自分の惚れた女の名前こう入れてさ、ね、のりこ命とかなんとかってね、鷹の花なんかこう書いてあるなんかね、いいえ、そういうのがない。寄り切りってのはつまんね、ずるるっとおしまいになっちゃうんだな。寄り切り防止法でね、周りに針の山植えとくとかね、それからね、あとはこう堀かなんかにして水を浮かべといてね、ドボーンとこうで相撲がこう溺れたりなんかするの見て、こう見たりなんか楽しんでね、と相撲ならまで泳ぎを先に習ってから入ったりなんか、あ、いろんなこと考えなくちゃね。土俵だってあれこうぐるぐる周り中華料理のテーブルみたいに周りはこういろんな角度からこう見られるしね。だけどあの強から文句ねえんだろうからね、野草男もいるんだから、あの考えたんだけど、今相撲の人にねお釜を一つ強くしてね、これで強いやつがいたらおかしいだろうね。強から文句ないでしょねえ、お釜だってなんだってさ、仕切りなんか来るとこんな格好ですよ。あなんてだから釜だってくるとこ一目上げてくわかんなかったりして、制限時間いっぱい、あそう始まるとこの釜が強いのね。ごめんなさい、怪我なかった。あそう、お金もらえるのありがとうございました、まあ、なんて数えながら帰っちゃうね。おかしいだろうねそういうのね。相手酔ったりなんかして、あの人やーよ、相手嫌い、あの人好きな相撲で、あの人好きなの私離れないわなんてんでね、相撲だからなんだわけわかんなくなったね。ろくなこと考えて暇だからね。一生懸命まあ修行する、修行に越したことはないのは分かっていながら、これがうまくいかないのが世の中でござんしてね。相撲なんてのはあれハングリースポーツだから、みんな田舎から来て腹減ってるうちは強いんだな。そのうちに幕なんて入るってえと女ができて臨病症って足にしてダメになっちゃう、大概決まってんだな。そんなに相撲悪く言うことはねえんだよ、女は取られたことはしゃぐりさせしょうがねえからな。文化11年の12月、あの麹町10丁目法恩寺の芝居に初めて番付けんのです。これ序の口、そこから数えて12枚目、名前が小緑長吉。そして翌3月の翌年の3月、芝西の久保八幡の相撲の時には番付を60数枚飛び越して序二段の神の方へ上がっているという記憶を見たことがございますんで、よほど実力があったんでしょう。文化終わって文政の5年に幕が入った時に名前が小柳と改めて、小緑改め小柳長吉。初日2日3日4日と勝ち続けて5日6日と土がつかなかった7日目の割りを見る程度、なんと意外なもんで東武隈西小柳と来たから親方喜んだ。おい、ええ直進、明日の相手は元の師匠の武隈だ、引けとんな。何くそ負けるもんかこの野郎、まんまの敵だって、こいつは怖いんだよ。長さん明日は元の師匠の武隈さんだ、負けちゃやだよ。わしは負けませんよ、誰とやってもやってみなわかりませんと答えるこのわしでゴンスが、武隈だけには負けませんで、立ち上がってガチッと組んだ時は目よりも高く差し上げて土俵の砂に投げ飛ばした時は頭が下で足が上、名古屋名物シャチョコ投げ、どっかのテレビで見たようなやつ。本当かい？いや嘘でゴンスは、嘘だよ。ほらなら誰だって吹けらな、これは。はよ、寝い、寝い、寝ます。待つな、ほどなく夜が明ける、530矢倉の上で鳴り響く矢倉の太鼓が、タンスタスクタンスタタンスタスクタンスタタタスタスタンタンスタスクタンタン。疲れてるから下がよく回らなかったね。だんだん遠距離みたいな落語になって、天下太平、国家反応、五穀豊穣、ドドンガドドドガ、ドガンガドガドガ、勝つもあれば負けるもある、あるいは引き分け、痛み分け、何の山には何の川、何の谷には何のぼり、何の花には何の里、コシヒカリには、佐渡錦なんです、もう米だかわけが分かんないでしたね。中にはこの花いかだには竜田川なんて相撲が出てきたりなんか、落語みてえなと出てきたりなんかしてね、勝負がどん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 やってまいりまして、東竹熊西小柳と上がると声がうわーって上がった。押すな押すな、このバカ野郎、こっち正面押したってしょうがねえじゃんこの野郎、背中が膨らがってんの分かるか、握り飯しょってんだこっちは4つも、てめえが押しゃ握り飯潰れて梅干し裸で風邪しかこの野郎、黙って見たらこの野郎、頑張れー竹熊、この一番だよ俺はね、この一番を見るために今日はね、香川七へ置いて、てめえの香川七へ取るかバカ、娘を売ってな、三つの娘がどこへ売れんだもんでしょう、反転を七へ、そんなことあると思ったよね。これはおめえ何がすごいったって、竹熊元の師匠のね弟子なんだよ、小柳ってやつは弟子の女を師匠が取ったから怒るわけ、ろくなこと言いやしねえ、週刊誌出して変わりやしないね。
八家よいやとね、仕切りを数十度重ねて、あうんの呼吸を測って引く手へと、物見事に立ち上がって、目よりも高く飛ばねいかないが、物見事に土俵に横転をさせます。稽古もろうた兄弟子投げりゃ相撲仲間の恩返し、古い歌に残っておりますがね。そしてこれが、文政の5年の出来事、6、7年に初めて小結、8年に関脇、9年に大関になりました。その時初めて雲州公の目が止まって名前が変わって、大沼津緑之助、文政の11年に、横綱を張った時の年齢が30と8歳、45歳まで現役で取り続けまして、そしてこれが一人余ったのがどういうわけですか、この現役の名前のまんま年寄りになって36見つけの一つ一つを守ったこの横綱の、終わった後の年寄りの仕事にしたと、こういう記録が残っております。古い六代目横綱大野松緑之助出世相撲でお時間でございます。